週刊ポッドキャスティングですね。これが34個目の配信になります。34週も経ったということですが、今回からもう BGM やめました。はい。もう手間を省こうということで、BGM 省いて無編集でいきたいと思います。今日のタイトルはシンギュラー&プルーラルということで、日本語で言うと単複ですね。単数複数ということでお話したいと思いますが、単複、まあ多様化する音声配信というテーマなんですね。音声配信はもう多様化の時代に入ったと。これはいろんな原因があって多様化するわけですけれども、で、メインタイトルは Web2.0 は文字プラス音声の時代へということで、ポッドキャストと音声配信の多様化が始まった。旧来型ポッドキャストの常識はもはや通用しないなんてね、キャッチコピー入れてますけれども、これまで、ポッドキャスト 2.0 の時代、そして新時代のポッドキャスト展開ということでいろいろお話してきたんですが、今回単複、単数複数ということで、これまでポッドキャスト番組ってのは大体単数1個持ったら、もうそれを大事に育てるという形しかなかったのが、ここに来てなぜか複数番組を持つ人が増えてきたと。これはなぜなのかっていうことですね。で、実は、まあ、いろんなサイトありますけど、基本一つのメールアドレス、一つのアカウントで一つしか番組が作れなかったんですよね、これまでアンカー。